はい、今日はですね、実は高尾山に来てます。イエーイ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 。トラちゃんが年長さんの時にもロープウェイを使って登ったんですけど、つーこさんがもう1年生になったので、今回は初めてロープウェイを使わずに登りたいと思います。はい、私が一番不安です。なんで？ちょっとロープウェイ使っても辛かったからで、トータンの後ろに今日はお豆ちゃんがいます。イエーイイエーイイエーイこんな感じで登っていきます。トータン、目標頂上に行って楽しいことすること。はい、頂上に行ってかき氷食べるから頑張るぞ。私はとりあえず頑張って登り切りたいと思います。ハローミキティチャンネル。そう、うん、結構疲れてきちゃった。まだまだいけるでしょ。うん、ずっとまだまだいける。いけるね。オッケー。なんか途中でタイムって言ってもいいんだよ。タンマね。タイマータンマ、大丈夫ですか？なんか遅いですけど。私が一番辛いです。休憩する？まだちょっともうちょっといけるんじゃない？ガンマー抜こうかな。これもちょっとジャンマー脱ぎたいんで。はい。すごいね、ガマちゃん。ここビュートみたい。まだ全然。これしょったまま。登ってて。どうですか？楽しい。楽しい？うん。これまだロープウェイ。これ脱いだ方がいいんじゃない？ツータン。いいの？うん、まだ。暑くない？うん、まだ大丈夫。ツータン手が寒いから。もうツータンって。タちゃんどうですか？調子は。え？調子はどうですか？僕、しんどい。しんどいの？最近5秒走ると超疲れる。やめろやめてくれ何が疲れてる顔を撮られたくないんだって。恥ずかしめよみんなまだ余裕ですとかやってんのに。え、まだ僕も余裕じゃないよ。疲れちゃった。おまめちゃんは、おまめちゃんとトータンは、おまめちゃんは安定のお座りさんです。え、何入った。入った。日当たりだって今。おまみちゃん、レッツゴーは。レッツゴー。ちっちゃくゴーしてました今。こんな感じ。レッツゴー。あ、いいね。レッツゴーゴー。レッツレッツレッツゴー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 。超えてきた。何やってんの？ほらほらほら、人が混んでるよ。混んでるよ。行きましょう。ああ、よいしょ。ちょっとこれ触ってもいい？お水ちょっと触ってもいい？いいよ。やった。外もやったら？うん。冷たい。でもすっごい綺麗だね。ついたのか。どう？冷
ね。水が綺麗だ、ほんと。飲めるんじゃない？飲んじゃダメ。飲んじゃダメだけど。給水だもん。ハイタオル。行きましょうか。タオルいらない。ね、ちょっとね。あ、靴ひも大丈夫？大丈夫か。なんか鳴き声が聞こえない？こうグーグーって鳴き声が、まめちゃんの、え、まめちゃんの引きです。背中の方にちょっと小豚が乗っておりますもん。なんか鳴き声かなと思って。虫もなってて、気持ちよさそうに寝てるよ。あともうちょっとです。あともうちょっとです。ここに入れたら、あともうちょっとです、はい、いけますか、まだ、はい、いけますか、はい、余裕です。嘘つけ。余裕です。嘘つくな、汗かいてるだろ。汗はかいてない。でも本当ちょうどいい季節だった。行きましょう。はい、涼しいね。レッツゴー。本当だね。あ、いいね。あ、いいね。いいね。休憩ポイント。ママ、そこさ、すっごい狭くない？うん、気をつけて。大丈夫？こっち入っていくんだ。険しいですね。うん。山ですね。これぞ山肌。山肌だよ。あ、ここだ。さっき岩がどん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 あるだろ。そんなとこ登らないでさ。危ないよ。飛ばない飛ばない、絶対に。飛んだら滑っちゃうからね。ちょっと待って、スーちゃんの手です。ママの手、ママの手、あ、トロちゃんあったかい。じゃあね、スーちゃんと、スーちゃん、スーちゃんとママでこうやってやって。危ない、そんなことしよう。あー、いいね、あの光の感じ。スーちゃん、まだ高いんだよ。見て、あそこすごい長いのね、あそこ。どれ？向こう側。向こうからビューンって。ボゴンって倒れたらさ、死んじゃう。あれ、匂い棒じゃない？あ、わかった。ほんと、そうだ、匂い棒あったよ。あれ、匂い棒じゃない？匂い棒みたいにめちゃくちゃ向こうから。ナビや、ナビやって5回が一番いい。ほんとだ。さ、あれがタケノコだとしたらさ、伸びるかと。そう。すごいね。あのさ、お話で。豆ちゃん、見えた？あのな、お話。まだ階段？これ、永遠と階段だよ。ああ。ゲロンじゃない。外、休憩して。外か、はい、行くよ。よし、頑張れ。そう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 。
負けない負けない負けないぞ。オッケー。大丈夫ですか？大丈夫です。うまつくな。はい、もうちょいよ、頑張れ。余裕です。もうちょいよ、寂しいね。何が？終わっちゃうから。はい、もうちょいよ。はい、ということで、高尾山山頂まで来ました。イエーイ、びっくり。びっくり、どうでしたか？大変だったけど楽しかったし、川もあって綺麗だ。あ、川あったね。トラちゃんは？僕はね、シュータンの雲も同じで楽しかったし、結構疲れた。疲れた。そうだね、疲れてないと言う嘘になるね。でもママは前トラちゃんと来た時にロープウェイ使って男坂登ったんだよね。それがすっごいずっと階段だったの覚えてる？あそこよりママ意外に平気だったかも。なんかこう自然のさ、なんかこう、あ、なんかこう、あ、木の根っこだとかさ、なんか緑だとかさ、あ、川だとか、なんか光がとか言って後ろでお豆が、みかんじゃない、リンゴが取れなくて、取ってあげ、取ってあげる。はい、どうぞ。イラついています。そうそうそう、それで、なんか意外になんかこう自然を見てると楽しく登れました。玉原さんどうでしたか？いや、楽しかったですよ、全員で、登れたのが本当だね。はい、いい初めてだ、経験よかったね、これ買ってよかったね。コンボするやつね。はい、また違う山登ってもいいし。富士山？富士山はちょっとまだまだ遠いね。途中ね、森の中でちょっと動物の寝息みたいな背中の方から聞こえて、あの正体何かまだ分かってない。分かりました。何だったんでしょうか？ここにいるお豆ちゃん今シャリ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 聞こえてる。皮むきに食べてる。いいねいいね。美味しいです。はい、富士山あそこに見えます。そうだね、これ富士山。これね、これ富士山、これじゃないですよ、これです。あ、よかったよかった。まだ下山がありますから、はい、降りないと帰れないからね。そっか、うん、はい、降りるとこもあるよ。じゃあ無事に来た道を降りて帰っていきましょう。バイバイ。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。